オーガスト・シー・シュロッサーは、アメリカ合衆国サラソタ軍サラソタ出身の、元プロ野球選手。ウトを右打ち。ウチ。2011年の MLB ドラフト30巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級ダンビル・ブレーブスで2試合に、登板後、6月下旬に、A 級、ローム・ブレーブスへ昇格。 19試合に登板して2勝0敗8セーブ、防御率1.8234奪三振の成績を残した。2012年は A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし、27試合に先発登板して3勝7敗、防御率3.3839奪三振の成績を残した。2013年は A 級ミシシッピブレーブスでプレーし、25試合に 先発登板して7勝6敗、防御率2 3 9 0百1脱三振の成績を残した。2014年3月29日にブレイブスとメジャー契約を結び、初の開幕ロースター入りを果たした。3月31日に行われたミルウォーキーブルワーズとの開幕戦でメジャーデビュー。2点ビハインドの7回一死から登板し、1.2回を投げ無ンダ無失点に抑えた。 開幕後は9試合に登板したが、4度の救援失敗もあり、5月2日にトリプル A 級グーイネットブレイブスへ降格。6月28日にダブルヘッダーで登録枠が拡大されたためメジャーへ昇格。同日のフィラデルフィアフィリーズ戦2試合目に登板し、同日にトリプル A 級グーイネットへ降格した。7月23日にアンソニー・バルバロが 父親サンキューリスト入りしたため、メジャーへ昇格。しかし当番のないまま、7月25日にバルバロが復帰したためトリプル A 級グーイネットへ降格。その後、9月5日に最昇を隠した。この年メジャーでは15試合に当番して0勝1敗、防御率7.648奪三振の成績を残した。オフの12月2日にノンテンダー FA となり、 12月15日に、ブレーブスとマイナー契約で再契約した。2015年1月30日に、ホセブリセーニョ、クリス・オダウドとのトレードで、デビッド・ヘールと共に、コロラド・ロッキーズへ移籍した。シーズンでは、開幕から、参加の AA 級ニューブリテン・ロック・キャッツでプレーし、28試合に、登板して7勝4敗、防御率4.8231奪三振の、 成績を残した。7月31日に自由契約となった。2015年8月9日に、独立リーグアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約を結んだ。17試合に登板して1勝0敗1セーブ、防御率3.7916奪三振の成績を残した。2016年は15試合に登板して2勝0敗1セーブ。 防御率0.0019奪三振の成績を残した。2016年5月31日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。参加の AA 級タルサドリラーズ、AA 級オクラホマ式ドジャースでプレイし、2球団合計で26試合に登板して1勝1敗、4セーブ、防御率5.4842奪三振の成績を残した。 オフの11月7日に FA となった。ありがとうございます。